前回レッグウザをゲットして、手持ちの戦力が大幅に上昇したセブンでございます。しかし今回の雷光戦ではレッグウザの活躍はない模様。ソルガレオのメタルバーストが光りますね。これボスポケモンソルガレオのメタルバーストで大体吹き飛ぶんじゃないか？レッグウザに活躍の場があるのだろうか？大丈夫だよ、ソルガレオもそんなに無双できはしないから。ということでボスポケモン討伐ラッシュです。レベルを上げるのと、レアアイテムをゲットするためにはボスポケモンを倒すしかない。しかしその思いとは裏腹にプレートばかり出てくる。もうプレート全色揃えれちゃうよ。アルセウス召喚できちゃいますね。それでマスターボール欲しいって強く願っても楽効果だと思うぞ。この世には物欲センサーというものがあってだな。私は全ての欲を断ち切りました。それが無欲になったセブンなのかな？完全にレジギガスの姿にしか見えないんですけど。この姿になるとき、先神殿に封印されてるときもすごく静寂で落ち着いた気分になれるのだ諸君。ああ、そのモードになると元に戻すの面倒だからやめてくれ。結局のところ何も考えずにバトルしたら意外と落とすもんよ。ほらねー。こんな短い間隔で出てきていいものなのか。やっぱりこの姿が効果ありなのかもしれない。もうレジギガスは主さんと融合したってことでいいんじゃないですかね。セブンとレジギガスは何の関係性を持ってるんだよ。ということで3度目の伝説厳選タイム。さあ私は次にゲットするポケモンは誰でしょうか。なんかクイズ形式になったんだが。予想したポケモンをハガキに書いて空島宛てに送ると、抽選7名様にマリサが育ててるバナナをプレゼントします。バナナ育ててねえから。それじゃあ今からバナナ育てなさいよ。どんだけ横暴なんだお前は。主さん今回はどんなポケモンをゲットするのでしょうか。やっぱり普段はゲットできないような激レアなポケモンをゲットしたいよな。あ、この島はどんな激レアなポケモンでも簡単にゲットできるんだった。じゃあもう誰でもいいじゃねえかよ。ということでアルセウスを。お、アルセウスをゲットするのか。倒します。なんで倒しちゃうんだよ。あれ、レッグウザメガ進化できないんだけど。なんだそれはどういうことだ。メガ進化欄を押しても反応しないんだ。え、画量転生を覚えてれば普通にメガ進化できるんだよね。前回バトルしない状態ではメガ進化できたんですけどね。あのメガ進化はパフォーマンス用だったみたいだな。そんなメガ進化の使い方があるのかよ。まあメガ進化しなくてもレッグウザは強いけどさ。対策方法は一つありそうですけど、バトル前にあらかじめメガ進化しておくっていう。ベル君それは明暗すぎるよ。あ、そういえば学習装置奈落に落としたのか。前回ポケモンたちに押されて気づいたら奈落にいたからな。私を奈落に落としたポケモン絶対に許さんからな。そのポケモンを思いっきりゲットしちゃえ。そんでお前がその恨みを持っているポケモンは誰なんだ。わからない。わからないのかよ。よっしゃ、必要なものはゲットしたし、いよいよマスターボールでゲットするポケモンの発表。ちっちゃこのエンテイ、子犬サイズじゃないか。友達の家に行ったら出迎えに来てくれそうなエンテイですね。この可愛らしいエンテイをゲットするってことか。いや違う。もういいから早く誰をゲットするか言ってくれ。アルセウスをゲットします。結局アルセウスかいな。さあ皆さんの予想は当たったかな？予想が当たった人は高評価をよろしくね。そして今からでも空島宛てにハガキを送れば間に合います。いや今受け付けてたらみんな答え書いて送るだろ。抽選7名様にマリサのバナナをプレゼントしますよ。だからバナナなんて育ててねえから。ところで、主さんなかなかゲットしないのはどうしてですか？いや、技構成を確認しようと思って、レジギガスの二の舞にはなりたくないから、神速を覚えてたのでゲットします。とりあえず攻撃技を覚えてればよかったんだな。まあレベル100で裁きのつぶてっていう最強技を覚えるからな。それさえ覚えてくれれば他の技は正直なんでもいい。なんでもいいんかいな。ハイレベル100アルセウスありがとうございます。おっさばきのつぶてがなくてもある程度しっかりした技構成だったな。しかしこの技を覚えさせたらもうアルセウスは誰にも止められないでしょうね。ちなみにアルセウスは、持たせるプレートの種類によってタイプを変更でき、それに合わせてさばきのつぶてのタイプも変化します。あ、そうかアルセウスにプレート持たせるとタイプ変化するのか。それじゃあプレートが役立つ時が来たのか。いやいやプレートゲットしておいてよかったよ。あれほどプレートを拒絶していたのに、この手のひら返しの仕様である。何かと伝説には刺さりやすい氷タイプにしてみようか。ほい。私この配色のアルセウス好きかも。主さんは水色アルセウスがお好みのようで。これでレッグウザもジガルでも氷漬けにしてしまおうぜ。レッグウザとジガルでに何の恨みがあるんだよ。これあれか、私が今持ってるプレートを全部持っておけば、バトルの都度アルセウスのタイプを変えることができるのか。ボスポケモンに合わせてタイプを変えることができるというわけですね。え、それって普通に強くね。気づいてしまったかマリサ君アルセウスの恐ろしさに。お前も今回まで気づかなかっただろ。何言ってんだよこの島に来た時から気づいてたよ。露骨に嘘をつくのはやめなさい。今からユクシーとバトルするから、アルセウスを悪タイプにすればいいわけだ。いやアークの姿もかなりかっこいいな。いやアルセウスってどんな色でも合うな。アルセウスって実は一番オシャレなポケモンだよな。どんな色でも合わせてくるファッションのカリスマですね。アルセウスは創造神でもありファッションカリスマでもあんのかよ。もはや何がしたいのかわからないな。ユクシーって耐久力があるポケモンだよ。そのポケモンをいとも簡単に倒せちゃったよ。そしてプレート二つ目は必要ないよ。
そしてゲノセクト相手には炎のプレート、と思ったんだけど、炎タイプにするプレート私持ってなかったんだよね。てっきりプレートは全色揃ってるのかと思ってたが、さすがにそこまでプレートが地勢ではなかったみたいだな。いや私別にプレートコレクターじゃないから、そんで裁きのつぶてにはエフェクトがついてるんだよ。しかもこのエフェクト、タイプによって色が変わってるんですよね。ピクセルモンであのエフェクトは結構感動もんだぜ。いや、まあいつも本家を見ている人からしたらあれだろうけどね。いやいやまたマスターボールゲットしてるし。今回はレジギガス本人から直々にマスターボールをいただきました。負けなしのマスターボールだがもらっていくがよい。いや持ってるマスターボール全部私に渡してくれよ。私に渡してくれよ。喫茶キシティより寒いセブンのダジャレが発動。いや私そんなつもりで言ったわけじゃないんだけど。ここは喫茶キ神殿よりも寒いぞ。お前は神殿に封印するぞ。ということでまさかのワンパートに2つのマスターボール。こんな贅沢な会があっていいのでしょうか。明日何か悪いことが起きそうだな。この島が海に沈むとか。そんなことが起きるならマスターボールなら苦にしてますけど、これでまたマスターボール落としてくれたらいいなとか思ってたら、謎のアイテムをドロップしました。何これ。孵化装置はアップグレードってなってますね。いやこの島で孵化装置は一つも役に立たないぜ。レアアイテムっぽいしとりあえずもらっておけよ。私のコレクションにしておくか。本日2度目のレベル限界ゾーン。本当は色違いが出てくるまで粘りたいっていうのはあるんだけど、それをやったら沼にはまるのは目に見えてるのでやめておこう。視聴者の失望の声が聞こえてきます。コメント欄は落胆の声で埋まることでしょう。やめてくれ視聴者さんはそんなに鬼じゃないはずだ。ということでようこそスイ君は我が手持ちへ。そしてこの技構成である。これがレベル100のスイ君かー。まあ技構成には特に期待はしてなかったんだけどね。スイ君は私のお気に入りのポケモンなのでゲットできてよかったです。技構成が良ければなお良かったんだけどね。いろいろな伝説のポケモンをゲットしてきたけど、そろそろあのトレーナーに勝負を挑める実力になったんじゃないか。ということで初期スポーンにいたこのトレーナーを倒します。ちょっと待って、これは私の目がおかしいのかな。ちょっと寝不足っていうのもあるかもしれない。トレーナーのレベルが1000に見えるのは私だけでしょうか。いや僕も見えますね。私も見えます。え、あ、そうですか。皆さんにもそう見えますか。できれば見えてほしくなかったんだけど。伝説の世界で伝説のポケモンを持つトレーナーとバトルしてもあれなので、えげつないレベルになったコイキングを相手にしてみました。いややばいってこれは。最強都道セブンの手持ちに対して、あえて最弱候補のポケモンを相手にするという、なんとも斬新な企画になってきたな。いやいやいや強すぎるって、体当たりでワンパンされるのかよ。こんなにレベルが離れててもコイキングならなんとかなると思ったのに。なんとかならないレベルですねこれ。コイキングに倒されるなんて一生ないと思ったのに。これは喫茶機神殿封印案件だ。自分から封印されに行くスタイルかよ。ならば先生でダメージを与えれないじゃないか。なんだこの化け物は。いやさすがに体当たりを半減できるソルガレオならなんとかなるでしょ。なってないですね。マジでヤバすぎるでしょこのコイキング。コイキングならどんだけでもレベルを上げていいでしょと思ったんですけど、これはちょっとレベル上げすぎましたね。極端に上げすぎなんだって。まあ登場しちゃったもんは仕方ないよな。セブンはこのコイキングを倒すということで。待ってください待ってください。いやトレーナー倒すなんてサブにしか思ってなかったけど、これ一気にメイン級になったんだけど、伝説コンプより難しいんじゃないか。体当たりでワンパンされてるのに、ハイドロポンプ覚えてる系コイキングじゃん。絶望しかないんですけど。これほどまでにコイキングに無双されたのは主さんが初めてじゃないですか。コイキングにボコられた系実況者だな。どうもコイキングより弱いセブンです。いやコイキング化けモンだよ。どんなポケモンよりも強いわ。